指名婦人、ルイ・ミシェル・バンローが、1767年、ロール・オーギュスト・ド・フィッツジャムは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性。指名公費、1770年から1791年まで、王妃マリー・アントワネットに助官として仕えた。フィッツジャム公爵、シャルル・ド・フィッツジャムと、陸軍元帥、ガセ伯爵、シャルル・オーギュスト・ド・ゴヨンド・マティニョンの孫娘・ビクトワールド。 ゴヨンドマティニオンの間の第三子、次女。父方を通じイングランド王ジェームズ二世の所流の、彦にあたるほか、母方を通じモナコ公己三世の、また十枚である。1762年9月28日、江ノ地方の大貴族、第15代、指名公フィリップ・ガブリエル・モーリス・ダルザス・エラン・ディエタール、と結婚。母が、ルイ15世の王妃。 マリー・レクザンスカの助官を務めており、自身も1762年王妃付助官に、部任された。1768年の王妃の死後も、官職を保持したままで、1770年1月より、新王太子妃となったマリー・アントワネットに、王太子妃付同伴助官の職名で仕えた。1774年に、マリー・アントワネットが王妃となると王妃付助官に、服した。 1775年、ランバル公妃が王妃化正規官総監の特別職に部任される問題が起きると、同年6月これに抗議して辞任したコッセブリサック、公爵夫人の公認として王妃衣装係主任助官となる。同年9月、辞職に追い込まれたノアイ・ユハ爵夫人の公認として助官長に就任するが、序列は総監ランバル夫人の会に甘んじた。 王妃はこの問題に関する使命婦人への保障的措置として、使命婦人の父フィズジャム公爵を陸軍元帥に昇進させるよう国王に働きかけた。使命婦人は頼りになる人柄で王妃によくつくし、オペラ歓激という共通の趣味もあって、王妃と良好な友人関係を築いた。1782年、ゲメネ婦人が王家のガバネスの辞職した際、使命婦人は、 デュラ公爵夫人と共にその公認の最有力候補に上がった。しかし王妃は前者は信心深すぎる、後者は知性が足りない面があるとして両者を尻け、王妃の友情が深い以外に取り柄のないポリニャック夫人を選任している。フランス革命発生後も国王一家の元に泊まった家臣の一人であり、ベルサイユー公臣の後は国王一家と共に ベルサイユ宮殿からチュイルリー宮殿に移った。やがて、パリ民衆から憎悪の目を向けられたため、多くの貴族亡命者に紛れて1791年、初めに出国、女官庁の地位はオサン・ハ夫人に譲られた。ドイツや定地地方を転々としながら、余生を送り、最後は王政復古後のパリで死んだ。夫との間に子がなく、議定の何校にも子がなかったため、 1804年に夫が死ぬと、指名行為は、夫の姉の子、フランソワ・ジョゼフド・リケド・カラマン伯爵に引き継がれた。ありがとうございます。